今日はね、ちょっとね、久しぶりに昔ね、自分が一人で語りながらね、動画撮ってた時がね、やっぱちょこちょこあって、それこそ全盛期の時とか、一人でなんかドラマッチしながら喋るの結構好きだった時あったから、まあ、それをね、久しぶりにちょっと、その自分のね、こととか、最近のこととかを語ることなかったんで、まあ、それをね、この動画で、まあ、公演が7周年ということで、まあ、節目っていうのもあるし、まあね、俺が一回公演を、とか行って、でまた今こうやっててみたいな、その辺のね、なんか事情みたいなのもまあいろいろ話せたらなと思ってるんですけど、まあね、そんな硬い感じではやりたくないんで、まあ適当にプレイしながら、まあ喋るとか真剣に喋ってみたいな感じでやっていこうかなっていうことで、2年半ぐらい前に金色師やめて、まあそれやめたタイミングでまあゼータに入ったのかな、え違うか、やめて1年ぐらい経ってブランクがあってゼータに入ったのかで、まあ、ゼータに入ったのは、まあ、いろいろ理由があってね、すぐに入ったわけじゃなくて、半年から1年ぐらい考えた時期とかもあって、詳しいことは言えないんだけど、まあ、いろんな挑戦をすべきと思って、あれしたんだけど、自分がいきなり入ったところでみたいなところあるから、まあ、言ったら、まあ、不発みたいな感じだったし、力不足みたいな感じもあって、まあ、何もできなかったけど、まあでもね、楽しかったからいい経験になったし、やっぱ俺経験結構大事だなと思ってるから、いろんなことにチャレンジすることもそうだと思うけど、俺はそもそもチャレンジする精神があんまないからさ、昔から。だから、公演の時にいろんなことにチャレンジしてたのは、まずみんなのおかげではあった、正直。そう。で、まあ、7周年やね。とりあえず。ここまで来ましたよって感じじゃない?ついに。公演が。あんなね、ボロクス言われて、まあ、公演はワコンだなんだのね、ずっと言われたんだけど、まあ、もちろんね、他のゲーム、まあ、どんどん出てくるわけだし、まあ、衰退していくのはね、当たり前の話やん、ゲームとしては。けどね、モバイルゲーは正直、荒野が一番多分、モバイルのバトルは荒野が一番おもろいし、結局ね、他のモバイルゲーちょこちょこ出てきたんだけど、荒野は廃れないよなと俺思う、正直。だって面白かったもん。人間なんか第一印象みたいなのが一番でかくてさ、このゲームはマジでおもろいっていう印象が強いじゃん。俺は荒野で結構有名になったし、荒野で YouTube とか、もうほとんど荒野だからきっかけは。まあ、荒野のね、恩はマジ捨てたくないなって昔からってのは思ってたんだけど、まあ、一旦ね、チャレンジするってことを運営さんに伝えてさ、で、金色師匠も辞めて、誰にしようかなって。で、まあ、荒野が7周年、ついに経って、まあ、俺の予想は多分10周年ぐらいまで行くのかなと思ってる、正直。で、俺はね、最近、まあ、最近の授業で言うと、まあ、TikTok で荒野配信をちょこちょこやって、まあ、実写配信をちょこちょこやって、配信するとね、よく言われるんよ。まあ、もう、久しぶりに見ましたみたいな人がまず多いわけよ。マジで、めっちゃ多くて、久しぶりにアメちゃん見ましたみたいな。本当に多いんですよ、このコメントが。あと、その次に俺のが、まあ、無限は今何してるんですかとか、無限ともう動画撮らないんですかとか、絡まないんですかとか、その辺はね、正直もう、無限はもう、荒野やめて、次のステップ行ってる、次のステップっていうか、まあ、ね、TikTok ライブがメインなのかな。ので、活動してるし、まあ、それぞれね、活動の、あれが違って、今は方向性みたいなのも違うし、それこそね、無限はもう今頑張ってるから、だからスタンス的にはもう、荒野は出さないでくれみたいな口に、みたいなスタンスだから多分ファンに言ってるのはね、わかんないけど。だから、俺の方に流れてくるわけよ、めっちゃ。とか、無限と仲悪くなったんですかみたいな。コメントめっちゃしてくれる人いるけど、無限とは別に仲悪くなってないし、断じて言えるのは。だし、無限は無限で次の活動頑張ってるし、逆にね、もう無限と俺を絡ませるってのは、無限に無理やり声やらせても別に声、無限やんないから、無限とまたどっかで絡む機会あったら絡みたいし、多分無限も別に俺のこと忘れてないと思うから、ただ、無限は今、別の活動とかも、第一線で頑張ってるし、俺は別に、言い訳するつもりないけど、言い訳っていうか、まあ、俺は別に、頑張ってるか頑張ってないかって言ったら、全然頑張ってないというか、今、活動の方向が定まってないからさ、だから、とりあえず、まあ、ステイみたいな感じになってるんだけど、やってること、まあ、荒野は結局戻ってきてしまったんだけど、別に荒野がね、もし嫌いで辞めたわけでもないし、辞めるって言ったわけでもないからさ、俺は。金色師匠を一回降りて別のことにチャレンジしたかったってのがある。そう、やめたみたいな、まあ、思われてもしゃあないけど、基本的にはまあ、そんななんか、やめたくてやめたわけでもないし、活動生命っていうのかな、選手生命っていうわけではないんだけど、クリエイター生命的な部分で、次に行った方がいいのかなと思ってる。別に自分が今、なんて言うんだろうな、めちゃめちゃすごいクリエイターっていうわけでもなければ、荒野の、ね、荒野の神っていう、思ってるわけでもないし、今別に自分は何者でもないって思って別に活動してるから、なんか今別に推してくれてる人は本当に昔から推してくれてる人なんだろうなってシンプルに思いながらやってる。だから
めっちゃ胸張って、じゃあ何々します何々しますとかっていうわけじゃないし、昔からそういうスタンスがね得意ではなかったんよ。でもムカタンが背中を押してくれる感じがマジででかかったんだなって。俺が何かためらってる時、これをやろうかなあれをやろうかなためらってる時、やばい、マジやばいんだけど、エイムボットでしょこれ全部。なんでこれ全部ボットなの。てかムカタンが何か俺がやろうとしてる時に全部なんか背中を押してくれるんよ。そういう人やムカキンさんって。ムカタンの存在ガチでかかったんだなっていう。それで何年できないって言ったら、まあ別にそういう言い方されてもまあ仕方ないし、だけどムカタンの背中っていうかあれは大きかったかも、個人的にはね。やばい、試合終わっちゃうな。でもな、なんか全然まだ 5% ぐらいしか語れてないんだけど、とりあえず荒野が7周年おめでとうってのと、今はフルエネルギーで活動できるわけでもない。それマロさんの動画をね詳しく見てくれた方が早いかも。正直俺がどういう理由でなかなかフルエネルギッシュっていうのかなに活動してなかったのかとか、じゃあなんでそうやってさまよってるのかとか、いろいろあったんですよマジで。で今はなんか、まあ、端的に言うと別にお前やりたいことは別に見つかってるわけでもないし、なんかエネルギーがそんなあるわけでもないから、やりたいことが見つかり次第自分がこれ全力でやりたいと思ったものを今探してる感じかな。だから別に俺年齢もうそれもその探してる間に年齢もどんどん取っていくわけだし、やっぱ年齢を取るとさ、やっぱなんか人間がエネルギッシュな年齢ってやっぱ10代とかじゃん。だからね、まあ今はなんかとりあえずセーフティーに生きてるというか、セーフティーに活動してる、セーフティーに生きてるっていうのかなが正しいかも。だからまあ別にね、表活動が減ったとしても裏では元気に生きてるし、ね、好きなゲーム別に好きなゲームやってるし、うん、なんか言葉でするの難しいけどね。けど別に自分が今めちゃめちゃ偉いとも思ってないし、かといって別にもう活動をこういう活動業とかやめたいで、まあやめたいっていうか別にやんなくてもいいかなと思った時間結構あるんだけど、けどまあ応援してくれてる人もいるし、やりたいことを探しながらね、あの、まあ、荒野にもう少しずつ、まあ荒野と一定の距離で、まあ最前線を走る気はないよ正直マジ。コメント欄とかで選手もう一回戻ってくださいとかやれるけど、今復活する気もなければ今んとこはね選手戻る気もないし、だからこそまあ荒野でね多少まあ企画とか参加したりとか盛り上げたり、傍から見たら別にこいつはもう何もしてないよ終わってるみたいな、全然いいというか、まあそういう目線で見られてもしゃあないし、そういう目線で見られる前提で活動してるから。やばい、あれプレイヤーっぽいな、全然プレイヤーじゃないんだけど。だから仕方ないかなって。ただもし俺がもう一回全力で活動し始めたら、やりたいことが見つかってまた応援してほしいなと思ってます。だから荒野はとりあえずあの別に嫌いではないし、マジおもろいよこうやって一人で喋りながらあのたまにプレイするの。難しいけどね荒野。だからまあ10周年ぐらいまでは俺もどうなんだろうね、やっぱ若いからさ、やりたいことコロコロ変わるかもしんないし、俺がアウトドアになるかもしんないし、ゲームはマジ好きだからさ、もう外に出るよりゲームの方が好きなんですよ。まあその頃まではまあ荒野をね、あのいい感じの距離で盛り上げれたらなって。プロとかはやっぱなんか俺が病んでる人みたいになってない？いやでも俺はマジ俺じゃないもう今は。だからみんなもそれぞれ成長してるし、なんか俺だけなんか病人みたいな感じ、成長止まってるし。こういう7周年おめでとうございます。はい、まあ、ということでね、俺はもうやりたいことなければ、あの荒野は普通に好きだから、まあ荒野運営と肩を組みながら多少盛り上げていけたらなって、やりたいことを探してる感じかな。だから、まあ、今活動頑張ってるみんな応援してるし、あのシンプルにすごいなって尊敬しながらやってる。そうやね、荒野はあのおもろい企画とかね多少やっぱちょこちょこ思いつくからさ、まあそういうのでまたおもろいって動画を多少クスって笑えるような動画を上げれたら、まあ、クスっていうか、まあ、めっちゃ笑えるような動画をね上げれたらなーって感じですわ。まあ、とりあえずなんかさ、自分が言いたいことを伝えられたか分からんけど、なんか変な感じに捉えられてるかもしんないけど、みんな生きてて偉いなーほんと。はい、ということで今回は
パパッと7周年の紹介をちょっとしちゃおうかなと。まあ、めでたいことに荒野行動が7周年ということで、毎年恒例の周年イベントで、これがね、羽振りがいいんですよ、荒野行動。なので、今回はね、その、今回の7周年の醍醐味をパパッと紹介しようかなと、簡潔に。まず2018年初代のロビーと BGM をメールの形でプレイヤーに送信。懐かしい旧サーバーがね、登場するとらしくて、7周年には。で、様々なね、コンテンツを用意してるらしくて、今回周年イベント。まあ、それもね、簡潔にちょっと視聴者さんに伝えようかなって。金庫プレゼントイベント。5人の友達を招待すると、永久金枠の車を無料でゲットでき、無限で抽選に参加可能。友達1名を招待することで獲得できる金枠アイテムが1品増え、とりあえず友達招待イベントがあります。スロットイベント、777バインド金券、もしくは iPad Pro が必ず当たるというイベントがあってます、今。これがね、多分誰でも参加できるイベントで、課金コンテンツ、クゴ式ジャックポット、新しい、まず特性が新しいグレードランチャーとか、まあその他機能を追加してます。なんか専用ナンバーとか、ロビーの二丁持ちのなんかランダムアクションみたいなやつもあるし、あとは銃を収める時の変形、マップでのマーキングビーム、その他95式は、スロットアニメーションがあり、ダイヤモンドを獲得してゲーム外に持ち出せるチャンスがあります。多分、これが一番最初に解放できるやつかな、わかんないけど。で、さらに4つ目が特殊な発砲音、撃破音。まあ、これは普通によくあるやつ。クーペのジャックポット。ジャックポットっていうクーペがあって、特殊スキル。樽より大きな構造に変形可能。まあ、だから通常サイズから大量数とかに変更ができるんだって。あとは服。男女別のシークレット衣装。まあ、特殊な音声エフェクトだったり、まあ、待機所でギフトを負ける機能。懐かしい。こういう機能昔あったじゃん。お年玉とか。そういうのが一生でできるようになったと。で、スカートの長さを切り替える機能。まあ、これはね、髪の毛の長さを切り替えたりができる。今までも多分できてたから、それとあんまり変わんないのかな。パラシュートのオブジェが、黄金の王座やつ。まあ、特性は一人用二人用のお金を巻くアクションがあるらしい。だから今回お金を巻くとかそういう系に多分、知ってるのかもしれないね、もしかしたら。はい、こんな感じでね、たくさん、まあ、もちろんガチャはね、もちろんだけど、こういう課金コンテンツとか、まあ、それこそ昔、ちょっと昔に戻すみたいなのを今回テーマにしてるから、それこそ旧マップが昔に戻ったりとか、メールとかで昔の BGM とか、2018年の頃の BGM とか、まあ、昔に戻せますよみたいな仕様のやつをメールで送信されるらしいです。なので、まあ、周年期間中はぜひ、こうや毎日ログインするだけでも、本はないっていうか、結構ね、iPad Pro 当たったらマジ結構いいし、みたいな感じなので、ぜひ周年イベント参加してみてください。